こんばんは、ナショメラです。今回はですね、新しくパズドラに実装された潜在玉ドラ、これを試してみたいと思います。モンスターのモンスター購入から、獲得できるアイテムが実装されました。このような進化素材の、アイテムもあるんですけれども、こうやって下に行きますとですね、このように潜在玉ドラ、HP 強化、攻撃強化など、そして自動回復、操作時間延長などがありまして、あとは属性軽減がありますね。各玉ドラの能力アップの感じですとですね、HP アップが 1.5% アップ、攻撃アップが 1%、回復アップが 4%、そして自動回復がですね、回復力の 3% 回復、操作時間が 0.1 秒延長、ダメ軽減がダメージの 1% 軽減となっております。でですね、今回このポイントを獲得しようと思うんですけれども、このようにですね、ノーマル、コノピーとかですと1ポイント、そして、ギルガメシも1ポイントということで、どんどん獲得できないんですけれども、普通の降臨ボスとかですと5ポイントとか10ポイントになったりするので、それなりに増えますが、ガチャの限定のキャラですと3000とかになりますので、ある意味、かぶり救済システムという感じですよね。で、ちょっとその、今までですね、私は、そのガチャ限であるモンスターをまだ一度も売っていませんので、ここでですね、ちょっと整理してみたいと思います。ちょっとどうやって探すかと言われると難しいんですけれども、とりあえず HP で、ソートで探していきましょう。さあ、どこでしょうかね。ガチャで出たモンスターでも、ガチャ限でないやつは、売ってしまってるんですけどね。いろんな、コラボガチャとかで出たキャラも、一応ガチャ限星4でしたら、3000ポイントもらえるということで、非常に美味しいですね。さて、どこにいるかな？あ、ミニヤマタケ。これは進化系ガチャだったかな？はい、3000ポイントですね。そして、セイヤ。プラスでもここはもう売っちゃいましょう。そして、ミニアンドロメダ、ミニ悟空。プラスはもったいないんですけれども、3000ポイントの方がやはり大きいので、この辺はちょっと売っていきたいですね。そしてミニイシスですね。で、これで3万ポイント入りますね。潜在玉ドラが1個1万ポイントなので、これで一応3個は取れるという感じになります。さあ、売っちゃいますよ。さあ、そのまま継続して打っていきましょう。そしてこれがアクアマン、そしてミニシス、シリュ、そして、アクアマンがもう一体いますね。あとは何だろう、ウォルが2体か。そして、ミニレイラン、オールは FF コラボですね。そして、セイントセイヤコラボの氷河。そして、ドラゴンボールコラボの、天津飯。全部被ってるやつは売っていきます。天津飯は普通に育ててるキャラが1体いるので、これはちょっと完全に余りですね。そして、ワンダーウーマンですね。ワンダーウーマン2体に、これは、エースがいましたね。これも FF コラボのキャラです。そして、ヤムチャがいたな。ヤムチャも被ってます。そして、これはエモ。これも FF コラボですね。これを2体売りまして。もういないかな。だいたいこれで全部っぽいですね。あ、フラッシュがいましたね。いないね。今まで取ったキャラを売ってなかったのか、なんかこんな形でできるとは思ってなかったので、ある意味ラッキーですね。物持ちが良かったのがちょっと幸いしてます。もういなさそうですかね。もう生命 HP151 まで下がってきたので、
この下にガチャゲンがいるような気はあまりしませんが、この素材。FF コラボのこの素材が本当に倉庫を圧迫して困ってますね。そのキャラが取れるかどうかもわからないのに、一応取ってあります。リノアとか、ジタンのスキル上げで集めたやつで、まあ、残りのキャラの分が余っちゃった感じですね。さあ、これも売りましょう。で、これで7体売るので、合計で8万1000ポイント入りましたかね。ですので、潜在タマドラが8体取れることになります。まあ、一番下にシバドラゴンっていう、これもなかなか強いキャラがいるんですけども、まあ、30万ポイントとなかなか大変なので、今回はとりあえず、潜在タマドラを、操作時間延長、これを取ってみたいと思います。これをですね、まあ、1個につき 0.1 秒操作時間が延長されるということなんですけれども、パーティー全員に装備させればですね、まあ、2.5 秒とか3秒とかになるので、でかいですよね。さあ、早速入れてみましょう。まあ、今回はこの大凶に搭載してみました。潜在能力覚醒ということで、まあ、左側に新たな数字として出てきましたね。で、こんな感じになりました。まあ、下側に新たな枠として潜在タマドラ枠が5個出現しましたね。まあ、こんな感じで新しいシステムで、潜在タマドラを、まあ、投入していくんですけれども、まあ、これ6個目以降になるとこの一番最初に投入した枠が消える、まあ、上書きされるという感じらしいですね。まあ、古いものから消えていくというシステムのようです。とりあえずですね、フレンドに出てるキャラクターをですね、まあ、指を5個つけてあげればかなり喜ばれるのではないかと思います。というわけでですね、今回は新しいパズドラのシステム、潜在タマドラを、獲得して使ってみました。ご視聴ありがとうございました。